姫も王子にあげたプレゼント、モグラたちに食べられたくありません。二人の言葉にモグラたちは大喜び。ようやくたどり着いた花畑を前に、姫は思わず息を呑みました。王子はモグラの一匹とお話をしている様子。ありがとう、ありがとう。お礼したい。ゆっくりしていって。その夜、二人は花畑にもう一度来ていました。怖い、怖い。体は震え、な、王子。狼は炎の恐怖と戦いながら燃え盛る森へと。
っているようでしたが、シクショー、大切なものを踏みにじっておいて許せない。あいつらめ、まずはボロボロになった魔法の杖を二人に差し向けました。魔法の力が光となって、ごめんなさい。まずはピクリと動きを止めました。ふん、ちょっと見ない間に素直な心を少しは身につけてきたのかい。言葉とは裏腹に、まずからはさっきまでの武器がなぜか感じられなくなっています。そういや、お前は私に何か用があったんだったね。まず、そうだった。まず、お願い、ポーズの目を直してあげて。姫のなりふり構わぬ懸命な態度に、まずは顔を歪めます。へえ、私のコレクションと庭を焼いておいて、よくもそうずうずうしくお願いができるものだ。しかしまあ、どうすればいいの。お前がここに来た理由のすべて、それをもらおうかね、王子さん。そんな、と言っても王子の命をもらうわけじゃないよ。私は魔法の代償に命は取らない主義だからね。お前の王子に関する記憶を全部奪わせてもらおう。それに姫に変身する魔法も返してもらうよ。本来なら目を直すのにこんなに代償は取らないんだけどね。余った魔力は狼が全てを捧げろと言わんばかりの魔女の要求。どうだい姫、狼は考えます。これまでの出来事、分かったわ。その代償は払うから。ダメだよ、僕のためにそんなことさせられないよ。姫は王子の手を握り、王子に語りかけます。いいの、王子。私は王子の目を傷つけてしまった。でも、それじゃダメだって分かったんだ。王子、傷つけたり、嘘ついたりして。取引成立だね。姫と王子に割り込み、まずは魔法の儀式を始めます。魔法の力の波によって、姫は囚われ、まずはその姫の姿から返してもらうよ。まずは指をクイと動かすと、あっけなく姫の姿は。さて、次は代償の取り立てだね。まずは杖を振るうと、狼を追う魔法の波が。姫、音を頼りに王子は狼の方へ駆け寄ります。王子の力では、魔女の魔法の力から狼を引き離すことはできない。姫、僕も謝らなきゃ。あの時、姫の気持ちに嘘なんかなかったよ。姫、姫が記憶をなくして、そこで狼の意識がほとんどなくなり、消えゆく意識の中、狼は思います。最後に素直な気持ちで謝れてよかった。王子は許してくれたから。そして狼の意識は、あるところに小さな王国をと取り囲む闇深い森がありました。昼でも薄暗い闇の広がるその森は、そんな恐ろしい森ですが、月夜の晩には誰かの、いいえ、それは歌とは言えないほど、なんで私は歌ってるんだろう。どうしてだろう。と、なんか、心にぽっかり穴が開いたような感じ。何をするわけでもなく、狼が空を見つめてぼんやりとしていると、よいしょ。狼はびっくりしました。ですが、狼にとっては人間など敵ではありません。最近はあんまり人間を食べる気が起きませんでしたが、久しぶりのごちそうが向こうからやってきたのです。その爪を振り下ろそうと力を込めたその時、視界いっぱいに広がる色とりどりのそれに、狼は目を奪われ、振り下ろそうとした手を、花。それはいくつもの花が束ねられた。そうだよ、今までのお返し。また会いに来たよ、姫。
その言葉を聞いた瞬間、狼の目からポロリと涙がこぼれました。涙は後から後から溢れ出し、言い表せない感情とともに、狼には目の前の人間が何を言っているのか全くわかりません。狼は振り上げた爪をゆっくり下ろし、差し出された花束に手を伸ばしました。花束を手渡した人間は嬉しそうに微笑み、狼の隣に座ります。狼と人間は寄り添い、狼は歌を歌い始めました。それはお世辞にもうまいとは言えない。これまで月に向かって歌われていたその歌は、今は隣にいる人のために。それは不器用だけど素直な気持ちがこもったとても温かな歌声となり、めでたしめでたし